はい、紳士です。今日はですね、リサイクルショップの、こちらセカンドストリートで、見つけました、こちらのご紹介、一目惚れです。見た瞬間にこれ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 、あのね、僕ね、あの古びたねレストランとか喫茶店とかが好きで、そういうところって結構ね、その昭和レトロなねその食器をね使ってたりとかしてて、そういう雰囲気の中でゆっくりとするのが好きだったりするんですけど、これがねその昔の当時のね、なんかあの、あ、これカレーにいいじゃないかと、あとまあ何でもいいんですけど、ナンのね、ルー、まあスパイスとかなんかそういったものを入れてもいいですし、まあ何でもいいんですけども、まあこれが300円で売ってたので、ご紹介します。で、たくさん売ってるわけじゃなくて、もう本当に僕はあの宝探しでリサイクルショップ見に行ってるので、その時にあこれいいなと思ったものがあれば購入するっていうようなスタンスで見ております。また庭で、カレーのルーをねこれに入れてドボ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 とやってみたいと思います。まあ簡単ですけれども、今日はこちらのこれが330円でしたね、ステンレスだと思いますけども、おそらくステンレス、こういうねものが好きなんですよね。というわけで、カレーのルー入れ、なんていうんですかね、これよくわかりませんが、のご紹介になります。簡単ですけども、まあこれをかさばりますからね、キャンプとかでねこう置いてドボドボドボとやったら、まあすごい気持ちいいひとときを過ごせるんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございました。